皆さんこんにちは。レック専任講師の木村と申します。今日は測量司法からのステップアップというテーマで、測量司法を受験された方に向けてお話しさせていただこうと思います。測量司法の試験、まずは受験の方お疲れ様でした。いかがでしたでしょうかね。まず測量司法についてですけれども、この測量司法の合格をしていると、まず土地家屋調査士試験、これ非常に有利なメリットというのがあります。で、今日はそのご案内ということになります。まず土地家屋調査士試験、この測量司法を持っていると大きなメリットになる一つ目としては、まずは午前の試験が丸々免除になる。これすごく大きなポイントになるかと思います。で、ちょっと土地家屋調査士試験についてパンフレットの方ね、見ていただきたいと思いますが、どうですかね、土地家屋調査士、測量司法の受験生だったらひょっとしたら知ってるよという方、あとはもう土地家屋調査士の免除を得るために、この測量司法を取ったんだという方も中にはいらっしゃるかもしれません。で、この筆記試験、普通にやると午前と午後、これ1日がかりの試験になります。ただ、皆さんが受験された測量司法、これ合格していると、ここが丸々免除になるので、午後の部だけを受験すればいい。もうこれは大きな大きなメリットになってくるかと思います。そして2つ目、やはり測量、この内容は土地家屋調査士試験でもある程度イメージが持てると、ものすごく有利になってきます。で、測量士さんたちが使う機材と、実際に実務も土地家屋調査士が使う機械というのは、同じようなものを使っていくので、まずはそのイメージが持てるだけでも試験勉強としても非常に有利になります。土地家屋調査士の試験というのは、ここにチャレンジする人、もちろん測量業界から、ばっかり来る人だけではなくて、いろんな方が、いらっしゃいます。だから測量のこと何もわからないんだっていう状態で調査士の勉強を始める方もこれたくさんいらっしゃいます。もちろんその状態で、受講していただいても全く問題なく、講義の方はもう1から、要はゼロからやっていくことになるので心配はないんですけれども、やはりある程度測量のイメージを持てた方が、これは学習には入りやすいということで、大きな大きなメリットにはなるかと思います。あとは測量司法の学習がそのまま土地家屋調査士試験の学習で使える部分っていうのも、これ実際にあります。で、なんといっても測量司法の試験って皆さんやはり大変だったのが計算部分、これ手計算でやらなきゃいけないわけですよね。ただその部分が土地家屋調査士試験になると、これがそのまま使えます。関数電卓です。非常に便利です。だから手計算で、そういった学習をしてきた、測量司法の受験生、これが使えることで、一気にその部分は楽に感じるかと思います。で、今日はせっかくなので、測量司法の問題、これを手計算でやってるものが関数電卓使うとどんなふうにできるのか、短い時間ですけれどもちょっとお話ししたいと思います。はい、まずこれは過去問なんですけれども、こんな問題、皆さんも過去問で解いたかなと思いますが、例えば、ラジアンっていうのはあまり調査士試験では使わないんですけれども、例えばこの C の三角形 ABC、辺 AB が5メートル、BC が7メートル、AC が4メートル、三角形の3辺が長さ全部分かっていますよという場合、角 ABC の角度、これいくらか、これ手計算でやるとして、もう皆さんだとこれ余弦定理使っていくんだろうなっていうのはおそらくイメージがつくんじゃないかなと思います。はい、で、こんな風にちょっと書いてみました。三角形 ABC
で3辺の長さが全部分かっていますよ。で各 ABC ここ求めなさいということなので、まあ、予言定理を使っていく。でまあここは何も関数電卓じゃなくてもいいんですけれども、まあ、せっかくなので、ね、手計算でやっていた部分を関数電卓使うと、はい、まあ、括弧もあるので括弧で、はい、ここは5の2乗足すことの7の2乗引くことのここの角度を求めるのでね、こっち4の2乗、はい、でこれで割る2かけるここですね、5かける失礼2かける5かける7、はい、これでさらに余弦定理なのでコサイン、ね、アークコサイン、はい、でこれを度分秒の、ね、こんな風にすぐに直るので、まあ、34度というのが出てきます、ね、まあ、これ電卓使えるだけでもだいぶ便利になってくるんじゃないかなと思います、はい、でさらに、はい、ちょっと問題ね戻りますけれども、もうここで、まあ、34度というところ選択肢がねもう2つに絞られるかなと思います。でさらにラジアンに関して、まあ、これは電卓を使わなくてもいいかなと思いますけれども、120度をラジアンに換算するといくらか、はい、まあ、これは120度かけることの、はい、 π ですよね、だから 3.14、はい、こんなふうにね 3.14 とするというふうにあるので 3.14、はい、でこれを180度で割ってあげればいいわけですよね。はい、そうすると 2.09、 はい、選択肢の中に 2.09 ここありますね。はい、もうこれでね出てきちゃうということにはなりますが、あともう一つ30度11分26秒これを十進法に換算するといくらか、はい、これも関数電卓使うとね30度11分26秒、はい、これをここの度分秒のボタンで、はい、押してあげると 30.190、はい、ここに出てきます、はい、そうすると、まあ、答えとしては、ね、2番ということで正解が出てくる、ね、これがまあ測量手法の問題ですけれども、まあ、これを実際に土地家屋調査士試験では、まあ、この十進法に換算するなんていうのはもちろんこれでやりますし、あとは予言定理、これも土地家屋調査士試験では非常に重要な定理になります。で予言定理だけではなく測量手法の試験でも、あとは制限定理とか、ね、あとはピタゴラスの定理なんかも皆さんね学習しているはずです。その知識はそのまま土地家屋調査士試験の、まあ、土地の記述式の問題でこれは必要な知識ということになってきます。土地家屋調査士というのは、まあ、不動産登記ここがメインになってくるので、登記の申請書これを作成して図面を作成するここまでの、ね、知識が必要になってきます。でそこに行くまでの、まあ、過程として座標値を求めたり、ね、土地の面積を求めたりそういったところで測量手法の知識というのは必ず役に立ってきます。ですから皆さん、ね、まだ学習したて、ね、要は受験したてというところだと思うので、もしこの後のステップアップいろいろと、ね、考えている方はその選択肢の一つとして土地家屋調査士試験これもぜひ入れていただきたいと思います。で、このタイミング非常に、まあ、ちょうどいいタイミングでありまして、ここはもう土地家屋調査士試験のための、まあ、講座のスケジュールということになっているんですけれども、通信の方ですともうかなりのところまでねもうすぐにでも教材を発送することができます、ね、なので通信でしたらすぐに始められますし、あとはもし通学が、ね、ご希望ということであれば池袋本校の通学生開校が10月の3日、ね、これもやはりタイミング的にはすごくねちょうどいいタイミングなんじゃないのかなというふうに思っています。なのでぜひ
土地家屋調査士というのをね知っていただきたいと思います。でどんな資格なのかな、どんな仕事をするのかな、もしご存じない方は多少調べていただいて、でもし興味を持っていただければもうデジタルパンフレットなんかもすぐに見られますし、あとは受講相談なんかもね随時受け付けています。そういったところもねぜひ活用していただいて、ね、説明させていただければなというふうに思います。ぜひこの土地家屋調査士試験ね、チャレンジ考えてみてください。はい、ではこれで短い時間でしたけれどもガイダンスの方は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。